なんか PTK でちょっとトラブルっていうか問題があったみたいなんやけど、あの時の気持ちよりかは滑ってしまってる。他に大事なものがありました。それでよく。お疲れ様。おはようございます。なんか PTK でちょっとトラブルっていうか問題があったみたいなんやけど、なんかいまいちちょっと分かってないから。そうなんですよ。まず、まあ兄とマサヤは結構、まあいい感じに結果を残してきてて、僕のチームで毎朝これをやりましょうみたいにこう決めてることがあるんですけど、まあ、それもしっかりやってくれてるんですけど、アキラが全然それができていなくて、数字自体はね結構まあちょこちょこそれでも相談乗ったりしてちょっとずつ伸びてきてはいるんだけど、ただ気になるのがやるって言ってやらないこと、あとは最近そのすごい無断で仕事を休む日があったっていう、ああ、あったね。実際の腹の内があいつ分かんなくて、やるっていう風に行ってできないんだったら俺はサポートしたいと思うし、でもそもそもそのモチベーションがないんだったらこの企画には適していないし、やりたくないことを動画上とか見栄えとかよくするためにやりますっていう風に言っちゃってるだけなんで、なんかその腹の内をしっかり話し合いたいなっていう風に思って、そしたらじゃあ今からアキラ呼んで話すって感じかな。ちょっと面談します。まあ、最悪それでね、まあ、メンバーがちょっとかけることになっちゃったとしてもいいし、まあアキラがアキラでこう、いややる気はあるけどできないです、できなかっただけです、すいませんみたいな感じでしっかりとモチベーション持ってくれてんだったら、そこに対して俺はケツを叩けばいいだけだから、まあどっちで行くかっていうところをちょっと方向性で決めたいなと思ってですね、話します。だから了解です。お疲れです。まあちょっと今日はちょっとアキラとちょっともうなんか本音で喋りたいなっていうふうに思ってる。はい、俺が聞きたいのはまずはやるっつってやらないことがすごい多くて、例えば起床時間を決めてしっかり情報共有していこうっていう話をしたけど、うん、そこをさ、はい、やりますすいません、やりますすいませんって言って全くやらんかったけど、それはやろうとしてるのにできないのか、それともそもそもやる気があんまり動けなかったのか。睡眠時間のことに関しては、うん、正直視圧でかいので、大体つくのがいつも平均で7時ぐらいなんですよ、うん、そこで夜のメイクをして8時ぐらいに寝て寝る仕事です。今はどうなの、その仕事に対してのどういう風にしていきたいなとかあるの。今はそのまあ毎出勤してます。毎出勤理由は、もともとやってた仕事がありまして、うん、それとの両立を兼ねて、まあ、詳しくは言えないんですけど、うん、まあ、編集の仕事をしておりまして、うん、で、ポストを始めるにあたって、うん、バイト出勤っていうのを希望してて、うん、あ、そうなの？
人事部の方から、うん、収録の方がいいよと言われて、うん、謎の根拠なき自信がありまして、うん、収録出勤にしたんですけど、そっちの仕事の方が回らず、うん、出勤して、こっちになりました。それはもう確定した？話してくれた？確定しました。上の人と話して。ああ、そうなんだ。もう話してんだ。じゃあポストに対してしっかりやっていこうという気持ちは、あの面接の時にはあって、で俺をこうしますいうふうに言いはしたけど、それはそのバイト出勤とか他に片手間にやって俺に勝てると思ってたのか、それともその時はホストにがっつりやろうと思ってたけど、もう俺に勝つとか、そのホストに対してのモチベーションというか上を目指すとか、その面接で言ってた時の気持ちは今はない、変わった、どっち？後者です。変わったってこと？あの時の気持ちよりかは擦れてしまってる自分がいます。そっか。この仕事をやるにあたって昼の仕事の立場だったりとか、結構、まあ、周りから見てもそんなに恥ずかしくない職場だったっていうところもあって、それなりに立場があって、はい、基本的には俺がここで成功するっていうことが全てだと思って、そういうの全部捨ててきたんだわ。うん、それでやって今の俺がいるのね。うん、だから面接の時と今のその気持ちは違うって今はっきり言えるんだったら、それはもうこのグループとしてやらない方がいいと思う、俺のメンバーとして。なぜかっていうと、マジでやってる人たちに示しがつかねえ俺が。別にその片手間になってしまっても他に大事なものがあるんだったらそれを捨てろって、俺と同じ道を歩めって強要することは俺は言いたくない。片手間でやりたい、大事なものが他にもある、そこを大事にしながらやっていきたいっていうふうに、でそこの隙間時間でポストをやりたいっていうふうに言うんだったら、やるっつってもできないでしょ俺のやろうとしてる水準に。またやりますっていう風に言ってやらないことが続くじゃん。俺それって良くねえことだと思うよ。できねえことは別にできねえでいいじゃんか。他に大事なものがありますか、それでよくね。明らかにやりたいことがあるんだったら自分のペースで頑張ってください。もうその気持ちはもう変わりないんです。うん、OK。 じゃあとりあえず、グループラインはもうアキラは外しとくから、うん、まあアルバイトにもう決まったんだもんね。めっちゃいい、めっちゃいい。 OK。 今話終わりましたけどどうですか？まあちょっとどこまで動画で使われてるかどうかわかんないけど、まあアキラはアキラなりにこうやりたいことがあって、でまあその上でホストやってるって中で、一応まあその場のノリっていうかその場の空気を読んで、まあやりますだったりとか、こう勢いでいっちゃうようなところがあったから、まあそれが本心ではなかったっていうところを聞くことができてよかったかなっていうふうに思いますかね。まあ結構面白いやつだったんでね、やってほしかったけど、真剣にすごいめちゃめちゃ喋って、まあ、ただあいつの意思がこれだっていう風なことを俺はそれでもやれっていう風に言うのは俺はちょっと違うと思うから、なんでまあ一旦そのストイックに自分を追い込んであげていくっていう、この企画のメンバーからはね、多分入れちゃうことが多分お互いにとって良くないことになっちゃうんで一旦外します。はいはい。なんでまあ2人になっちゃうけど、まああの2人だったらまあ十分戦ってくれるでしょうということで、はい、やっていこうかなっていうふうに思います。はい。お疲れ。お疲れ様です。まあ今ね、お手と話したと思うけど、はい、率直な今の心境はどうなの？まあ、このグループを別に辞めてるわけじゃないんで、僕は。このグループに在籍している限り、まあ、上には上がいるんで、
そこに向けて俺はペース自分のペースで頑張ります。まあそうだね、ホストは続けていくってことだもんね。はい、まあ、やめますよ。だからね、この PTK のメンバーからはちょっと外れちゃうけど、完全にじゃあ100ゼロかっていう話じゃないですか。いやもう 100% だった気持ちが 0% になったかっていうとそうでもないんで、自分のペースで自分なりに結果届け出します。はい、頑張ってください。ありがとうございました。